こんにちは。こんにちは。夫婦の力パーソナリティの神谷隆二です。直美です。私たちがお届けする夫婦の力は、世界平和統一家庭連合創始者ムン・ソンミョン先生が提唱する神様のもとの一つの家族一つの世界を実現する力は夫婦にあるをテーマに、身近な夫婦生活のあり方や子育てのあり方、そして平和世界実現のあり方などをできるだけ分かりやすくお伝えする番組です。私たち夫婦の体験談をはじめ、私たち夫婦が教会生活で学んできたこと、50年を超える人生の中で出会った素敵な方々の生きた名言などを、毎週テーマを決めて一つ一つ丁寧にご紹介したいと思っています。それでは皆さん、よろしくお願いします。改めてこんにちは。神谷隆二です。直美です。夫婦の力第25回目を迎えました。今日はちょっとバタバタしましたね。那覇まで行ってきて福岡から兄ちゃんご一行が来ましたからね、まあ毎週のお母さんが作ってくれたあのサータンダギ、あれは美味しいからね、ぜひ食べてほしいという思いを込めて昨日作ってくださったものを今日那覇までお届けしましたけど、でもなんとか間に合いましたね。間に合いました。3時過ぎの便とか言ってましたからね。もしかしたらこの放送を聞いてるかもしれませんね。あ、そうですか。沖縄は楽しめましたか？やっぱりね、日頃の行いがいいものだから。今日は晴れましたよ。あ、海に行ったんですか？うん、万座毛とかあちらの方に朝ね、はい、行かれたっていうのは聞きましたけど、よかったですよ ね、 よかったですね。やっぱり沖縄の海は晴れてないとね、うん、綺麗じゃないからね。本当の色が分かるそうね、海の色が、ね、でもまあちょっと2日間はあまりいい天気じゃなかったから、でもまた今度来たいと思ってくださればね、うん、そうですね、いいですね。はい、はい、先日、先月か、30日で私たち夫婦は結婚27周年を迎えました。まあ一人で生きてきた人生よりも、直美さんと二人で生きる人生の方が長くなりましたけど、直美さんどうです、この27年振り返ってみて。あ、そうですね、私はあと1年ありますね。あと1年。あと1年。何あと1年って。人生。あ、そっか。出会った時より長いというのは。28歳で出会いましたから。そうだよね、はい、私が25であなた28歳だったもんね、はい、あと1年したら、まあ、トントン。そうですね、はい、まあ、ぜひこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします、まあ私たちと同じように祝福結婚を受けたその一人に桜田淳子さんがいます。歌手としてまた俳優として名声を手にした桜田淳子さんが、その名声を捨てて家庭連合の祝福結婚式に参加されました。その淳子さんも今は3人のお子さんを持つ立派なお母さんとして大活躍ですね。その淳子さんの著書の一冊である愛する順番、その中から妻として母としての生き様の一端を今日は皆様にご紹介したいと思っています。それでは直美さん、お願いします。淳子さんは良き妻になるために3つのビジョンを持っていました。1、美味しい料理を作る、うん、2、夫に敬語を使う、それもさりげなく、さりげなく。3、従順でいる、夫に立てつかない、立てつかない。この3つが良き妻になることのできる、ひいては幸せな家庭を築くことのできる根本条件だと思い、
実践されました。はい、一つ目の料理はただお腹を満たすのみならず人間の情緒に関わってくるものだと思い、おいしい料理を作ってあげればおのずと心が安らぎ幸せにすることができると料理をされたそうです。二つ目の敬語はそれ自体が敬語自体がもう美しいと思って、馴れ合いの関係ではなく親しき中にも礼儀ありを夫婦関係の中で実践していかれたそうです。いつまでも新鮮でいられると思って敬語をさりげなく使ったそうですね。三つ目の従順は嬉しくもなく耐え忍ぶ忍従、耐え忍ぶの心にね従う忍従ではなく喜びを持って使える従順という言葉でご主人に対して行かれたそうです。そしてご主人の前では可愛げのある妻でいたいと思ったそうです。直美さん、はい、この3つのビジョンを改めて聞いてみてどうですか。純子さんすごいですよね。本当にね、まあ、よく頑張っていると思います。うん、なんで可愛げが大きな声になったんでしょうかこのさりげなく可愛げさをこの自然に醸し出す奥さんって素晴らしいと思うよ。そうです、ね、当てつけのようにまあね、まあ努力していくことですよねお互いにね、はい、まあ本のタイトルにもなっているこの愛する順番、妻を怠らないことでなぜ良き母となっていくことができるのか。普通は子供に愛情を注ぐことが良き母になっていくと考えるのが当然かと思われます。しかし純子さんは愛する順番というものがあるのではと考え、結論として夫が1番子供が2番だと考え、子供たちにはお母さんはねお父さんのことが大好きなのという言葉を伝えたそうです。実は子供たちにとってこの言葉こそ一番嬉しい言葉です。子供を愛するということは子供と向き合うということだけではなく、うん、母がお父さんを誰よりも愛しているということを子供たちに言い続けていくことです。子供たちからすれば、うん、自分の命の出発点はまさにお父さんとお母さんなのだから、その二人が真実に愛し合っているということが何よりも幸福に違いないのです、うん、本当にね、仮に二人が背を向けていがみ合っているとすれば自分たちの魂が傷つけられていると感じるものです。はい、ある日当時6歳の長男一君がニコニコしながらお母さんのところに来てこう言ったそうです。お母さんの一番好きな人ってお父さんだよね、まあ、このように言ったそうです。純子さんはそうよ、みんなが一番がいいのと聞いてみると、ううん、僕たちは2番でいいよと笑っていったそうです。愛する順番、ここに幸せの秘訣があるようです。はい、今日もリスナーの皆様からのご感想やご意見、応募メッセージなど受け付けています。はい、素敵な音楽もどんどんリクエストをお寄せください。宛先は電話番号 098-965-5868、 ファックス番号は 098-965-4868、 メールアドレスは 868@fm-urma.com、 すべて小文字となっています。この番組はインターネットを通じて全国どこからでも聞くことができます。ユーストリームやリスラジ、サイマルラジオから聞くことができます。皆さんからのお便り、リクエストをお待ちしています。それではオープニングソングをご紹介します。はい、お願いします。ゆずの喜びの歌です。三浦春馬主演ドラマ僕のいた時間の主題歌です。残された時間は少ないけれど、その少ない時間を振り向かず、うん、前だけ向いて歩んでいけばいい、うん、先は見ないで今を生きる、小さな幸せでも喜べるように、
毎日喜びの歌を歌って過ごせるように、そんな思いが込められています。それではお聴きください。ゆずで喜びの歌。
この間この放送がね、少し何か音声がホールの中でね、してるように聞こえるって言われたけど、今どうなのかね、ちゃんと聞こえてるかななかなかここでやってるとね、よくわからないけどね、そうですね、うん、まあ、聞こえてると信じてやっていきましょうこの番組は毎週テーマを決めて夫婦の大切さをお伝えしていこうと思っています。それでは第25回目の今日のテーマは、家計と女性の役割その4、夫婦愛欠如の克服です。先週のおさらいをしましょう。家計から見た母性の欠如が原因によって、さまざまな習慣性が子孫に受け継がれます。具体的に言えば、4代を遡るまでの間に、1、先妻後妻の事例があり、異母兄弟の仲が良くない、2、嫁姑の確執で自分を保護してくれない夫に対する不満があった、3、幼くして母親との離別などで家族のぬくもりを知らないまま母親になった。このように母性が欠如する家系の先祖を4代まで遡ると、先妻後妻の事例と嫁姑や嫁姑の確執の事実が必ずと言っていいほどあることに気づきます。もちろん先妻後妻の事例があっても、母性の欠如がなく、逆に母性愛を十分に注いで家族関係がうまく作られるケースももちろんあります。先妻の子を差別なく愛し、家計が繁栄した西川家の事例を今から皆様にご紹介しましょう。じゃあ奈美さん、お願いします。西川茂さんには2人の娘がいました。長女が養子をもらって家を継ぎ、次女は嫁いで家を出ました。やがて長女が2人の男の子を産み、1人は京大の大学院を首席で卒業、うん、現在は IT 関連の企業でエンジニアを養成する責任ある立場についています、はい、そしてもう1人は弁護士の資格を取り、毎日忙しく活躍しています。しげるさんにとってはこの2人の孫が何よりの自慢です、うん、このように優秀な孫が生まれた背景からは何が見えてくるでしょうか。はい、しげるさんの父親にあたる健三さんは農家に生まれ育ち、75歳で亡くなりますが、先妻との間に知的障害のハンディキャップを背負った道夫さんが生まれています。しかし先妻はハンディを抱えた子を産んだことに苦しみ、道夫さんを残して家を出ます。そして5歳として西川家に嫁いできた初さんとの間に生まれたのが茂さんら4人です。やがて茂さんの嫁として静子さんが嫁いできますが、この静子さんが義理の姉にあたる道夫さんの面倒をとてもよく見ました、うん、毎日道夫さんを連れて畑仕事に出たのです。道夫さんは自分の方が年上であるにもかかわらず、静子さんをお母ちゃんと呼んで慕い、うん、どこへ行くにも一緒でした。生前の健三さんは道夫さんのことを不憫に思っていたため、嫁の静子さんに手を合わせて感謝したといいます、はい、その後西川家は移転を機に農業に見切りをつけます。農作業をする楽しみを失った道夫さんのため、茂さん夫婦は部屋を一つ設け、彼女に手仕事をする楽しさを教えました。道夫さんはその部屋で木の切り株を磨き、工芸品に仕上げることを覚えます。来る日も来る日も丁寧に切り株を磨いては見事な作品に仕上げていきました。静子さんも絶えず顔を出し励ましたり褒めたりした結果、なんと道夫さんの作品が展覧会で賞を取ったりしたものです。やがて静子さんは60歳の若さで病死します、うん、茂さんは病院で息を引き取った静子さんの死を道夫さんになかなか知らせることができませんでした、うん、
しかしやがて静子さんの死を知ったショックで道夫さんは起き上がる気力さえ失い、1年後に静子さんの後を追うように70歳で亡くなりました、うん、西川家の事例に見られるように嫁の努力、母性が後に花開き孫の代での繁栄を生み出すということは家計の法則にかなったことです。また静子さんの暮らしぶりは実母のそれを相続したものであると容易に想像できます。直美さん、この西川家のお話を聞いてみてどうですか？そうですね、まあ、静子さんすごい方だと思いますね。本当にね、本当にあの思いやりのある人生というか、うん、本当感謝される人生生きた人という感じがします ね。自分のことだけではなくてね、はい、やっぱり嫁いだ先の事情を自分の事情のようにしてね、一つ一つこの考えていかれた、やっぱりこの静子さんはすごいなと思うよね、はい。まあ、今お話した内容、まあ、ただ統計上8割以上の確率で母性が欠如し子孫に何らかの問題が生じているという事実もあります。その結果嫁いできた嫁として、あるいは母として果たしていくべき役割を果たせないままになってしまうということがあります。具体的には次のような事例が挙げられます。 1. 嫁ぎ先の家が恨みの対象になる。 2. 個人は確立しているのに家庭の中で母親らしい表現ができない。 3. 本家分家がバラバラになる。 4. 5歳から生まれた男の子が弱く身勝手に育つ。 5. もともと仲の良かった親族や兄弟が嫁が関わることでバラバラになる。6. 徳よりも徳、あとは損得の徳ですね、品性、恩恵より利益、金という価値観に陥る。以上です。このように見ていくと嫁いできた嫁のその家での役割の大きさがわかります。役割が大きい上に多くの苦労が伴うことも事実です。しかし天から与えられた母性によって家計のピンチをチャンスに変える力が女性にはある、お嫁さんにはあるということを我々は忘れてはいけないと思います。それではここで一曲お届けします。ワッチの大丈夫です。はい、TBS 連続ドラマ37度5分の37.5 度の涙の主題歌です、うん、はい、一生懸命に頑張ってる人の背中をそっと後押ししてくれる素敵な応援歌です。それではお聴きください。ワッチで大丈夫。
ちょっと緊張してきましたけど、今どうしてです兄ちゃん聞いてるってよかったですね直美さんの声が綺麗で聞きやすいってよありがとうございますいや嬉しいけどなんか緊張するね、なんか審査されてるみたいそれではお話を続けましょう。夫婦の愛の欠如とは一体どんなことを言うのでしょうか。恋愛結婚であれ、お見合い結婚であれ、結婚前の男女としての関係と結婚後の夫婦としての関係は違ったものになります。結婚後は恋愛感情よりも人間愛を中心とした人格的関係という側面が強くなります。また子供の誕生育成を共通のテーマで想像する生活も欠かすことのできない夫婦の問題です。家計を遡った時に夫婦愛の欠如が見られる場合の多くは、離婚再婚を繰り返して1000歳5歳の間で感情のこじれがあったり、5歳の不信感がずるずると引き継がれていったり、不倫などで夫婦間の不信や恨みが消えないなどの現象が起き、家運の衰退へとつながっていきます。家計的に言った父親の役割と母親の役割は前にお話しした通りですが、父親と母親がそれぞれの役割を果たせていれば、夫婦としての役割もおのずと果たせるはずです、それでは父親と母親が夫婦単位で果たすべき役割をさらに詳しく見ていきましょう。はい、夫婦が家計的な役割を果たすためには、何といっても夫婦仲の良いことが基本です。また次世代に託す共通のテーマが必要です。世間にはうちの夫は話しても無駄と諦めている奥さんたちが、まあ実になんと多いことでしょうか。結婚して年が経てば経つほど、その傾向は皮肉にも強まり、子供が成長し親の手を離れれば、夫婦関係はお役御免、さもなければ家庭内離婚の状態に陥っているケースが増えてきます。昨日ね、韓国から帰ってきたマルスンさんが言ってたよね、韓国も熟年離婚、これが今すごく多くなってるってね、日本以上に今多くなってるって昨日言ってたよね、夜ね。そうですね、家計の聞き取り調査をしていく中での実感としては、家庭内離婚状態の夫婦が全体の 50% 以上を占めているという統計もあります。一般的に目につく夫婦間の信頼関係が築けたからといって、家計的な夫婦の役割を全て果たしたことにはなりません。以下のような重要な役割があることを忘れてはいけません、はい、1. 夫婦は家計を創造する立場にあると自覚する、2. 子供たちに結婚運を相続する、3. 長男を後継者として確立させる、4. 夫婦家族の共通目的である孝行心、供養心の積み上げをする、以上です。はい、本当そうですね。これらを果たすためには、好き嫌いの次元で取り組んでいては解決できません。まずは視点を変えてみることが必要です。夫婦関係がうまくいかなかったのは私だけのせいではなく、家計のどこかに原因があって、連綿と受け継がれた悪い習慣によるものだと理解することも大切です。ここで3代にわたる再婚の家計、中田家の事例をご紹介いたしましょう。直美さん、お願いいたします。現在52歳の中田依子さんは、70代の実母であるあやめさんと24歳になる息子の徹さんとの3人暮らしでした。しかし2年前に徹さんが突然家を出たきり音信不通になってしまいました、息子が家を出るような原因も思い当たらず、途方に暮れていた依子さんはある時友人の誘いで家計に関する講演を聞きに出かけました、そこで聞いた負の遺産が
先祖から受け継がれているという話が心に残り、家計調査を依頼することにしました。はい。依子さんには男の兄弟がなく、妹が生まれたものの1歳で病死、その後一人娘として育ったため、家を継ぐ跡取り娘の立場です。依子さんは婿養子を迎え、やがて徹さんが生まれました。うん。しかし徹さんが6歳の時に夫とは離婚しています。うん。原因は夫の浮気でした。徹さんは父親と幼い頃に別れているので、父親からの愛情不足は否めません。うん。依子さんの父親の泰蔵さんは20年前に60歳で亡くなっています。うん。泰蔵さんは先妻の雪乃さんと離婚し、その後あやめさんと再婚しました。先妻との離婚の原因は、先妻の雪乃さんが別の男と駆け落ちしたことにあります。うん。泰蔵さんと先妻との間には男の子が2人生まれましたが、長男は1歳で病死。うん。次男は若くして女性関係が乱れて、21歳の時に梅毒にかかり、それを苦に自殺してしまいました。うん。はい。さらに依子さんの祖父は父泰蔵さんと同様、先妻後妻を取っていますが、先妻とは祖父の不倫が原因で別れています。しかも先妻との間には男の子が5人生まれたのですが、上の4人がやはり病で1歳から4歳の間に亡くなっています。残された1人の男の子が本家を継いでいます。5歳には男の子が1人生まれましたが、それが依子さんの父親の泰蔵さんです。泰蔵さんは本家から別れ、分家として今に至っています。腹違いの兄と遺産相続で揉めたこともあり、本家とは目と鼻の先にあるにもかかわらず、道ですれ違ってもお互いに挨拶もしないほどの関係だと言います。3代続いて夫婦関係が1対1でなかったという夫婦愛の欠如が、依子さんの長男である徹さんの立場を弱めてしまったと考えられます。直美さん、これはまあね、ちょっと強調しすぎるほどの夫婦愛の欠如によって、まあ、子や孫たちのね、影響がこのような形に出たという話ですけど、聞いてみてどうです？やっぱり夫婦が向き合うっていうことがとても大事なことだと思いますね。うん、そうよね。これ、うん、子孫にこんなに大きな影響があるっていうのは、やっぱり自分の人生みたいだけど、自分の人生じゃないっていうことですよね。そうですよね。やっぱり自分の人生は自分一人のものではない。うん、子や孫たちというこのつながりの中で存在してるんだ。この中で自分の持ってるね、良さや、はい、まあ、もちろん使命とかもね、全うして行く中で幸せになれる道がね、あるんだってことをやっぱり感じますよね。そうですね。はい。それではここでもう一曲お届けします。ゴールドのエニッシの糸です。心に届く音楽をモットーに歌い続ける二人の歌声が古き良き時代へと運んでくれます。今日はちゃんと読めましたね。それではお届けします。ゴールドでエニッシの糸。
今日はちゃんと縁日と読みましたからね、合格それでは今日のお話をまとめましょう。中竹は夫婦間での不倫が3代にわたって繰り返されたという事例ですが、その他多くの事例から夫婦愛が欠如する原因は主に次のような条件が挙げられます。4代遡るまでの間に、1、忙しさを理由に創造の意識を失っている、はい、2、戦災誤災の事例や離婚再婚を繰り返してきたことがある、はい、3、誤災の不信感、戦災と比較されるなどが引き継がれている、4、不倫などで夫婦間に不信や恨みがある、以上です。はい、夫婦間の愛情や信頼関係の亀裂は父性や母性の欠如の場合にも多く見られます。また逆に夫婦愛の欠如が原因で母性が欠如し母親の役割を果たせない場合もあります。同様に夫婦愛の欠如が原因で父性が欠如し父親の役割が果たせないこともあります。夫婦愛と父性母性は相互に関係し合い影響し合っています。そういう意味では夫婦の信頼関係を確固たるものにすることこそが家族と子孫の繁栄につながる一番の近道だと言えるでしょう。夫婦愛の欠如が何代も続くと次のような現象が起き、家運衰退の原因そのものとなります。まず1、子供たちに結婚運がなくなり通常の結婚が難しくなる。2、長男が後をつかず次男や末っ子が相続する傾向が強くなる。3、男子に恵まれにくい。4、子孫の生命力、子や孫の生命力が弱くなりやすい。以上です。先祖から受け継がれた悪い習慣を解消して夫婦愛を強めるには、好き嫌いの感情を超えて意識転換する努力が必要であることはすでにお話ししました、はい、では具体的にどのような努力をすればよいのでしょうか。はい、まず夫は妻の両親や先祖への愛情を表現すべきです。先祖や両親の努力や苦労によって妻が生まれ縁あって夫婦となったことへの感謝の気持ちを伝える、あるいは妻の実家のお墓参りをするなど具体的な行動が大切です。一方妻も夫と同様に夫の両親や先祖への感謝や愛情表現をすることが最も大切です。一昔前の日本では毎朝仏壇にお供え物をして線香を焚き手を合わせるのが嫁いできた嫁の役割でした。それは代々受け継がれてきた美しい日本の伝統でもあります。しかし今はそういった習慣も徐々になくなりつつあります。先祖からの願いを引き継ぎ自分たちの代から子供の代へ孝行心や供養心をつなぐことは今の時代に生きる私たちの重要な役割だと、また使命だと言えます。しかし実家から遠くお寺やお墓からも離れた場所に生活する人が多い昨今は家庭に仏壇を置くことも少なくなってきています。名前も知らない先祖に対しては感謝の思いが薄れてしまうのも仕方のないことなのかもしれません。しかしこういった現状を憂い孝行心や供養心を積む暮らしを実践するための具体策として、家庭の中の常に家族の目に触れる場所に家計譜などを飾り大切にする生活が有効になってきます。先祖の名前や命日が記され、先祖からの家族関係が一目でわかる家計譜は父親から長男に、姑から嫁に、孝行心や供養心をつないでいくための最高の形と言えます。今年の夏、岡崎の実家に里帰りする長男に、
菜箸を持たせた直美さんに感動しました。なぜ直美さん、うちの長男に100均の菜箸を持たせたのか、もう一度聞かせてくださいよ。そうですね、今年初めでしたか、去年くれたでしたかね。去年くれたっけ、神谷家に久しぶりに帰った時に、私たちが同居してた時のあの懐かしい菜箸をお母さんは使っていたので、もうなんか普通のお箸の長さになっててもうそろそろ取り替え時期かなと思って持たせました、うん、あ、うちの母親はよく覚えてたねってね、なんか言ったみたいですよ。だからね、一緒に台所立った時に、やっぱりそうやって一つずつやっぱりそこに心を配って見ていたから、菜箸、私なんか菜箸なんて発想も浮かばないからね。いや、まあどうせ持たせるんだって100均じゃなかった方がいいんじゃない。もうちょっといい菜箸を持たせたらあれでよかったのかな。菜箸どこで売ってるか分かりません。まあそんなね、些細なところにも関心を持ってくれていた、神明に関心を持ってくれていた直美さんに今も感謝しています。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組を通じて夫婦の愛、家計を思う愛の大切さを一人でも多くの皆さんに知っていただければと思っています。この番組を聞いて幸せを手にする夫婦、親子が増えることを祈りながら第25回目の放送を終わりたいと思います。来週の金曜日の午後も夫婦の力を聞いてくだされば嬉しいです。それでは最後に世界平和統一家庭連合創始者ムン・ソンミョン先生の御言葉をご紹介いたします。結婚は二人がするものですが、実際には二つの家系が因縁を結ぶことであり、さらには二つの氏族、二つの国が融和することです。異なる相手の文化を受け入れ、歴史の中で生じた怨恨を克服して一つになっていきます。韓国人が日本人と結婚すれば、韓国と日本が融和するのであり、白人と黒人が結婚すれば、白人種と黒人種が融和するのです。また、彼らが産む子供たちは、二つの民族の血を同時に受け継いだ融和の人間であり、白人と黒人を超える新しい人種の出発点になります。このようにして数世代が経てば、国家や人種間の分裂や反目がなくなり、全人類が一つの家族になって平和な世界を作ることができるのです。ムン・ソンミョン先生自叙伝、平和を愛する世界人としてより。田波さん、お知らせがありますね。はい、お願いいたします。11月11日、25日水曜日朝10時半から幸せ家庭講座が企画されています、はい、家族の悪い習慣を良い習慣へと変えていくことによって幸せを手にすることができることを分かりやすく学ぶことができます、はい、講師は神谷隆二先生、会場は沖縄家庭協会です、はい、関心のある皆さんは沖縄家庭協会にお問い合わせください。いや、ぜひ来てほしいですね、はい、電話番号は098-923-0153、 098-923-0153 です。お気軽にお問い合わせください。はい、お待ちしてます。お便りご紹介お願いします。はい、今日も玉屋さんからお便り、玉屋さんありがとうございます。今日も放送が聞けることが実に感謝です。やはり家庭の中で夫婦は特別な存在なんですね。心新たに妻なしには生きていけない喜びも悲しみも、生きていけない、喜びも悲しみも妻からやってくることを心に刻んで、いつも妻を愛していきますね。今日の放送も楽しみにしてます。いや、お便りでした。深いですね、はい、玉屋さん、玉屋さん、これ奥さんにダブレターこのお便りを綴ってね、奥さんに差し上げたらどうでしょうか、また子供たちに差し上げたらどうでしょうか。喜びますよね。最高の
ね、プレゼントになります、はい、はい。もう3時の飛行機だから兄ちゃんたちはもう聞いてないかな。そうですね、もう機内に入ったかな。入ってますね。ぜひ無事に、いい思い出たくさん持って帰っていただければと思います、はい、ではエンディングソングのご紹介お願いします。今日のエンディングソングはホームメイド家族の You あなたがそばにいる幸せをお届けしながらお別れしたいと思います、はい、それでは皆さんまた金曜日の午後2時お会いしましょう。お会いしましょう。